伊北五道は、大韓民国政府の立場において、朝鮮民主主義人民共和国によって選挙されたまま、おさむ服が未だに行われていない、公海道、平安南道、平安北道、環境南道、環境北道を指す名称、また、同地域とその住民を統治する、道の形式を取った、行政自治部所属の5つの行政機構の総称である、伊北五道の格道の長官は、 道知事である。五人の道知事を委員として、伊北五道の事務の共同処理のための伊北後、同委員会が設置されている。伊北五道長は、伊北五道の治む福まで置かれる道長の臨時事務所の名称だが、しばしば行政機構全体の通称としても用いられる。1949年2月に、大韓民国の市政下に置かれていない後道の知事が任命されており、 同年5月には合同の事務所が設置されている。現在の伊北合同、伊北合同委員会は、1962年1月20日に、交付された、法律987号、伊北合同に関する特別措置法によって、規定されている、政府組織の改変に従って、上部機関は内務部、行政自治部と変遷した。 伊北五道の地図2016年まで使われた伊北五道町の破体北五道の干渉業務は伊北五道に関する特別措置法第4条で以下のように定められている越南伊北五道民への行政サービスが主要なものであるが2005年の改正によって近年の北韓離脱住民関連の事業も明示されるようになった伊北五道委員会は 伊北五道の事務の共同処理のために設置されている。伊北五道委員会の事務所が全国15カ所にあり、伊北五道出身者が道ごとに結成している各地の道民会を支援し、行政サービスを行っている。北朝鮮政府との交渉や脱北者の定住支援事業は統一部の業務とされていて、伊北五道委員会は関与しない。また、 韓国政府が策定した緊急事態を計画では、北朝鮮が崩壊した場合、北朝鮮政府の統治下にある支配地域を暫定的に統治する新たな機関が統一部の主導で設立されることになっており、異北五同委員会の活動は停止され、各闘の知事もその職を失うことになっている。異北五同格同の道知事は行政自治部長官が選定し、 国務総理を経て大統領が任命する時間級の政務職であり、通常の道知,知事とは給与体系が異なる。道知事には原則として、伊北五道の出身者が選ばれる。道知事のもとに、格闘の事務を行う事務局が置かれている。伊北五道委員会の委員長は、任期1年で、伊北五道の道知,知事を兼任する委員が持ち回りで、務める委員長の同事務局が、 委員会事務局を兼ね、委員会の管理が付属する、伊北五道の市長、郡主、有長、おもながも任命されているが、これらは、伊北五道民の中から選ばれる任期3年の名誉職であり、無給である。市長、郡主は、未知知事の推薦に基づき、大統領が任命する。1962年の制定以来、 伊北五道に関する特別措置法には、伊北五道の干渉業務として、反響思想の湖水、伊北に対する国税の宣伝と宣布工作の計画実施、南下避難民に対する思想全導が掲げられており、2005年まで残されていた。反響思想の湖水などの項目の除去には、伊北五道民からの反対もあったが、南北対話路線が進められる情勢の変化を理由に、 改正が実行された。異北五同意委員会が現状と乖離しているという批判や有名無実の機関であるという批判は韓国内にも存在する。未修また景気道未修また、カンボンド異北五道のみならず、景気道及びカンボンドの一部地域も北朝鮮の支配下にあり、それぞれ未修また景気道、未修またカンボンドと呼ばれている。これらの地域にも前述の市長、軍主 有長おもながが存在するが、便宜上、伊北語同委員会に属している。これらの地域の知事は、本来の軽機動知事、関音度知事ではなく、伊北語同委員長を務める知事が兼任する。し、編集軍、編集し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 編集軍、 編集朝鮮民主主義人民共和国も朝鮮半島全土を自国の領土と主張しているため名目上南部地域にも行政区画が存在しソウル市長、景気道知事、中西南道知事などが任命されている。ただし北朝鮮では韓国政府による行政区画の変更を事実上容認しているようである。ありがとうございます。